キリスト教徒の数は23億人を超えると言われ、世界人口の約3割を占める。では、キリスト教がいつ、どこで、誰によって作られたのか、その問いに答えられる人はいるだろうか。キリスト教なんだから、キリストが作ったんじゃないの？ではキリストとは何だ？今背後にいる人じゃないの？あと、十字架によくくくりつけられている人。君は今、キリストを人、と言ったな。何か問題でも。明確にある時点で、キリストは人、ではなく神、になった。その明確な地点、こそが、今回の主題である、西暦325年に開かれた、ニケア公会議、なのだ。歴史的事実、を言えば、紀元前後が切り替わる頃に、ユダヤ教の聖都エルサレムで生まれた、ユダヤ人のイエスが、ユダヤ教で権威的となっていたパリサイ派を批判し、西暦30年に処刑された。イエス、キリストが生まれた年より前を紀元前というのではないのかい？そうなんだけどそうじゃない。どうやらイエスは、従来考えられていた年よりも、4年もしくは6年前に生まれたらしいんだ。むむむ。キリスト教的事実によれば、イエスはその後、復活、したらしい。むむむ。常識、という言葉がある。我ら日本人にとって、死んだ人が復活しないのは常識であり、世界中の人にとっても常識である。だが、イエスの復活は、キリスト教徒にとって疑いようのない常識である。言い換えれば、世界に住まう人々のうち、3人に1人の常識である。我々日本人は、世界人口の約70人に1人。70人に1人の常識と、3人に1人の常識、果たしてどちらが常識なのだろう。常識とは非常に難しい概念である。パラダイムシフトという言葉がある。今まで当然だと思われていたことが、枠組みごと劇的に変化してしまうことである。イエスが神である、という思考の枠組みは、ニケア公会議までは常識ではなかった。原始キリスト教において、統一的な教義があったわけではない。儒教、仏教、キリスト教。これらは創始者というよりも、その弟子たちがそれぞれの教えを体系化し、布教したことで、いずれも億単位の人間に影響を与えることとなった。ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟において、大審問官と名付けられた章がある。復活したキリストがスペインの異端審問にかけられて、異端として火炙りになってしまうという話である。これ以上に、人類というものを的確に表した文章を、ウプ主は知らない。すべての宗教は、都合の良いように書き換えられる。問題は、誰に、とって都合が良いかだ。キリスト教、が、どこ、で形成されていったか、それには明確な答えがある。古代ローマ帝国である。伝承によれば、イエスの一番弟子であるペテロは、ネロによってローマ大火の罪をなすりつけられて処刑された。この伝承が果たして事実であるかは疑わしい。詳しくは、暴君ネロ、を見てね。今回は深くは語らないが、ローマ教会にとって、イエスの一番弟子が、ローマで暴君によって殉教させられた、という事実は重要だった。ローマ帝国内において、ローマ教会は数ある教会の一つに過ぎず、エジプトやパレスチナなどの教会の方が、キリスト教的権威は上であったと言える。今回の主役となるアリウスとアタナシウスは、両名ともエジプトのアレキサンドリアで活動した人物であった。イエスがパレスチナで生まれたということもあるが、キリスト教は北アフリカや中東でその数を伸ばしていたのだ。ローマの精神は一言で言えば、クレメンティア、つまりは、寛容性、である。ローマ帝国ではある地点までは、信教の自由、そのものは完全に保障されていた。しかし、コンモブスやカラカラ、ヘリオガバルスなどの悪帝が続いたことによって、ローマという国はだんだんと崩壊していった。3世紀、わずか50年間で20人以上の皇帝が変わるという、軍人皇帝時代、あるいは3世紀の危機、と呼ばれる時代を経て、圧倒的なカリスマ、ディオクレティアヌス帝が登場する。ディオクレティアヌス帝は、一切のローマらしさを捨て去った皇帝であると言ってもよかった。経済活動の自由をはじめ、現在では自由権
に属する数々の権利を剥奪していき、そして皇帝崇拝を推し進めたのだ。この皇帝崇拝に強く反発したのがキリスト教徒たちだった。ディオクレティアヌス帝は、キリスト教徒に対し、最後の大迫害を行った。広大なローマ帝国全土で教会は取り壊され、財産は没収、聖書は焼き払われ、数千人のキリスト教徒が処刑されたと言われている。キリスト教徒はディオクレティアヌス帝の暗殺を試み、火に油を注ぐ結果となり、ディオクレティアヌス帝は、キリスト教を根絶やしに千ばかりの迫害を加えたという。それでもキリスト教徒たちが信仰を捨てることはなく、地下に教会を作り、その信徒はむしろ増えたとさえ言われている。そしてそんなキリスト教徒に、奇跡が起きる。コンスタンティヌス帝が現れたのだ。ディオクレティアヌス帝は、広大なローマを四つに分けて統治をしていた。テトラルキアである。そのうち、現在のフランスやイングランドにあたる地域を、コンスタンティウスという人物が統治していた。コンスタンティヌスは、コンスタンティウスの息子である。ディオクレティアヌスは、ローマ帝国史上でも例外的に、途中で退位した皇帝である。ディオクレティアヌス退位後、広大なローマ帝国の覇権をかけた争いが始まった。コンスタンティヌスは、その過程で、ライバルであったリキニウスと共に、ミラノである歴史的な勅令を出す。ミラノ勅令。これほど世界史を変えた政策も他にない。ミラノ勅令についてはまた別の機会に話すとして、この勅令により、すべての宗教が合法となった。その数年後、コンスタンティヌスは分裂していたローマを再び一つにまとめ上げ、首都ローマからコンスタンティノープルに遷都した。コンスタンティヌス帝がキリスト教徒だったのか、おそらくは答えの出ない問いであるが、コンスタンティヌス帝の新たな都市づくりにおいて、多数の教会が作られ、キリスト教の司祭となれば、税金が免除されるなどの特権を付与していた。いずれにせよ、少し前まで迫害の対象だったキリスト教は、国家による保護を受けるまでになったのだった。まさに大どんでん返し。コンスタンティヌス帝が本当は何を意図していたのか、それは定かではない。しかし、コンスタンティヌス帝は、西暦325年に、小アジアのニケアという土地で、自らキリスト教に関する会議に出席した。あまりにも例外的な出来事であった。ローマ皇帝、と日本語で訳される存在は、軍の最高司令官であり、議会の第一人者であり、そして全ローマの最高人技官でもあったのだ。つまり、ローマ皇帝には、ローマの伝統的な神々を祀る義務があった。ローマには30万を超える神々がおり、超多神教国家であったが、崇拝の対象としては、神格化された歴代の皇帝や、ユピテルやミネルア、マルスなどのオリンポスの神々であった。キリスト教は、それらの存在を一切認めない。神は唯一テトラグラマトン、すなわち神聖四文字で表される、のみなのだ。ニケア公会議には、ローマそのものの否定、という意味合いもあった。コンスタンティヌス帝は、ローマの元老院はそのままにしながら、コンスタンティノープルにも新たに元老院を作った。ローマの元老院が何を決定しようが、もはや実効的とは言えなかった。ローマとは、セナツスポプースクエロマヌス。その価値観はもはや、神話のレベルの過去の話であった。古き良きローマは死んだ。コンスタンティノープルには、ローマの古き神々を祀る建造物は、一切なかったという。そしてローマの最高神技官が、自らキリスト教の会議を開いた。なぜコンスタンティヌス帝がそのようなことをしたのか、現在でも正確な狙いは分かっていない。ある人は言う。コンスタンティヌス帝は、聖武天皇が大仏を作ることで仏教を中心とした知性を作り出そうとしたように、キリスト教中心の秩序を作ろうとしたのだと。中世のヨーロッパを見ればわかるように、宗教による精神支配は何よりも強力だ。死刑を恐れないものでも、死後地獄に行くことは恐れる。宗教と政治を結びつけることは、為政者にとっては非常に都合が良い。そう考えれば、コンスタンティヌス帝がニケア公会議を開く意味もわかる。なお個人的には、コンスタンティヌス帝の母が隠れキリシタンだったのだと思っている。個人的な推測はさておき、ニケア公会議は開かれた。
その目的は、キリスト教の教義を統一することである。後にできたイスラム教は、明確に預言者、という指導者の下で発展していった。ユダヤ教も、アブラハムやモーゼなど、預言者の下で発展していった宗教である。ではキリスト教にそのような指導者はいたのか。イエスの一番弟子であるペテロや、パウロといった指導者的な人物はいたが、キリスト教は地下で活動せざるを得なかったことから、ここ別々に発展していたと考えられる。それがゆえか、キリスト教の教義はバラバラであった。ニケア公会議は、それを統一するために、皇帝自らが参加した会議であった。ニケア公会議において、最も重要だったのは、果たしてイエスは神、なのか、人、なのかという点であった。アレキサンドリアの司祭であるアリウスは、イエスを、人、であり、神とは別の存在であると主張した。一方、アレキサンドリアの司祭であったアタナシウスは、三位一体と訳されるトリニティ、を主張していた。それは何かね？神と聖霊、そしてイエスはすべて、同質、であるという説さ。言い換えれば、イエスは人ではなくて神なのだとする説を、アタナシウスは主張したんだ。イエスは人なのか神なのか、それをニケア公会議で決めたんだね。会議に参加したキリスト教の司祭たちは、ほとんどがアリウスの意見に反対し、アタナシウスの意見に賛同した。これにより、アタナシウスのトリニティはキリスト教におけるカトリ系となる。カトリ系、正統、あるいは普遍を意味するギリシア語だそうだ。この時代、東方世界ではギリシア語であるコイネーが事実上の公用語で、聖書もギリシア語で書かれていた。ヒエロニムスによるラテン語訳の聖書の流通は、この会議よりも後の話であるとされる。このカトリ系がラテン語ではカトリクスと発音され、後世カトリックと呼ばれるようになる。言い換えれば、ニケア公会議によって、カトリックが誕生したのである。この点、カトリックの成立を11世紀の東西教会の分裂の時期だとする誤解があるが、それはあくまでローマ教皇を中心としたローマ、カトリックの成立である。キリスト教の東西分裂に関しては、また別の機会に話すことにしよう。ローマ皇帝も参加するニケア公会議において、アリウス派は異端となってしまった。異端になるとどうなるんだい？迫害どころか取り締まりの対象となり、死刑もあり得る。以前、史上最悪の異端審問官トマス、で、トルケマダ、の動画でも触れたが、異端は火炙りで死刑だ。詳しくは、トマス、で、トルケマダ、を見てね。このチャンネルで何度も触れているように、キリスト教は異教徒よりも異端に厳しい。異教徒はこれから素晴らしい教えに目覚める可能性を秘めた存在だが、異端は悪魔に見入られた、救いの期待できない、生きているだけで罪な存在であるらしい。以前ウプ主は、キリスト教の牧師に、アリウス派についてどう思うか聞いたことがある。その牧師はアリウス派なる言葉は聞いたことがないというので、イエスの神聖を否定する考えだと言ったら、ありえないぐらい激怒していた。それゆえに、キリスト教においては、正統の概念が非常に重要になる。正統以外はすべて異端なのだ。ニケア公会議は、ローマ皇帝が参加したことによって、正統と異端とがはっきり決まったことに大きな意味がある。以後、キリスト教の世界では公会議において、正統と異端が決まるようになる。異端認定されてしまったら、死が待っているんだね。431年のエフェソス公会議ではネストリウス派が異端に、451年のカルケドン公会議では男性説が異端に、ローマ帝国が滅亡してからもその流れは続き、皇帝の代わりをローマ教皇が担うようになった。さて、ニケア公会議で異端となったアリウスだが、その後ローマ帝国から追放になり、現在のドイツにあたるゲルマニアの地で布教を行ったという伝説がある。この伝説が本当かどうかはわからないが、ゲルマン人の多くがアリウス派のキリスト教徒になったのは事実である。ニケア公会議から数十年後の375年、ゲルマン民族の大移動が起こる。ゲルマン民族は、異民族であり異端であった。そのため、
ゲルマン民族たちの統治はうまくはいかず、東ゴート王国やバンダル王国など、多くの国が短命に終わってしまう。しかしその中で唯一アリウス派を捨て、カトリックに改宗した人物がいた。フランク王国の創始者クロービスである。フランク王国はその後、ピピンの寄進、や、カールの戴冠、など、カトリック教会との結びつきを強めることで強大になり、その名はそのままフランス王国に引き継がれ、その領地はフランスとドイツの原型となった。ニケア公会議の結果はニケア神条という形でまとめられ、以降キリスト教の根幹となり、礼拝に用いられるようになる。ローマ皇帝が参加したという点、正統と異端という概念が誕生した点、ニケア公会議が世界史に与えた影響は、実に大きなものがあると言えるだろう。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。